亀戸マスモトですね。亀今の入ったんじゃない、マスモトだよって。うん、今入ったよ。亀戸大根とアサリだね。アサリだね。ということでございますよと。よし、今日は豪華なんだよ。うん、東京のあれなの、うん、なんか東京の地酒はいかがでしょうか。地酒って意外と知られていませんが、東京には14の蔵があり、それぞれに品格のある酒を作ってます。東京で青梅、青梅かな、青梅か、あっちのもの、ね、2号だよね、1号じゃなくて2号だよね。2人で社会人じゃなくて学生だったから、社会人がはってでもいけるからね。これは大根のステーキ、行きさえすればいいんだから、どこかで寝てようが。スカイさんだと東京じゃないでしょ。もうね、東京ないですよ。ないの、言い方っすよね。違う違う、落ち着く。これから料理しますよ。はいはい、いや、これだ、これだ、これだ。今ね、ちょっと一瞬光れた最初から、どうぞ、閉めてください。エジプト行った時にエジプトの美味しかったよね。どうすればいいかもしれない。何で撮ってないのかな、印象で。これは味噌味ですよーと、ね、はい、これはアサリご飯じゃない、アサリですってね。亀の大根も入っております。はい、藤の花がここは有名です。亀だからやっぱ亀だらけ、うん、亀がいっぱい、すごい。さっきのパンと一緒だ、死んじゃないですか、一つの岩の上に乾燥しちゃうじゃない。あ、バチョウさんこだ、あー、なんか亀さん泳いでる、亀来た、見えた、ここ前だな、スカイツリーの見る名所なんだ。映りました。なんかそ
似てんもん。でも浅草神社があったら知らなかったな。子供は10周年、血が繋がっちゃうよ。
これだけは揚げまんじゅうの味噌を入れる。そうですね、ありますよね。